皆様どうもこんにちは、パパさんエニフです。本日はですね、富士フィルムのカメラを XE1 からちょっと買い替えしましたんでね、その紹介をしてみたいと思います。それではですね、よろしくお願いします。で、まあ今回買ったカメラでもですね、新しいものではなくて、まあ2世代くらい前のものになるんですけれども、こちらのですね XT1 というものを買ってみました。これは発売されたのがもう2014年か2015年ぐらいだから、まあ、4、5年ぐらい前のね、カメラになるんですけれども、当時の、フラッグシップというかハイエンドというか、まあ、富士フィルムのそういうカメラになってきます。こちらはですね、まあ、特徴は何といってもこの軍艦部でいろんなダイヤルがついてますよね。露出設定とかシャッタースピード、あるいは、ISO 感度の設定などができます。まあ、これがね、このフォルムが僕は好きで、この XT 一桁シリーズどっかでね、触ってみたいとずっと思っていました。で、まあ、今回これ買うにあたってですね、他にもちょっといろいろ検討したんですけれども、まずはね、増面位操作のセンサーを積んでいることっていうのを条件に、探してみたんですよね。それとかつですね、値段が2から3万円ぐらいの、まあ、カメラということで、いろいろね探してみました。で、適合するモデルとしては E1 の後継機 E2 とか、あるいはね、T10 とかも候補でしたね。まあ、まず E シリーズについてはすでにね、E1 を十分に使っていましたので、もうちょっとね、上のモデルに行きたいなっていうね、まあ、それも使ってみたいなっていう、まあ、気持ちがあったので、まず却下しました。で、 T10 と T1 の比較だったんですけど、まあ、実はね、もう値段が 4,5,000 ぐらいしか変わらないんですよね、中古だとね。で、まあ、状態移管によってはそれが逆転する場合もあります。まあ、それぐらいだったらね、こちらの方を買っちゃえということで、まあ、今回 T1 を買ったんですね。まあ、機能的にはですね、実はもうほとんど違いはないらしいです。まあ、こちらの方がですね、若干連写可能枚数が多いっていうのと、あと、まあ、防塵防滴性能が、まあ、若干上なのかな。まあ、それぐらいなんで、まあ、ほとんど同じなんですけれども、一回ね、その T 一桁シリーズを触ってみたいという気持ちが、まあ、最終的にはね、ちょっと勝ってしまったかなといったところです。で、それではですね、次に、まあ、これをですね、まあ、数日間使いましたので、まあ、その感想などについて、今からね、話していきたいと思います。で、まずはですね、これを使っていて、思ったことはね、まあ、とにかく、まあ、楽しいカメラだなとは思いましたね。やっぱね、このたくさんのダイヤル、いろいろガチャ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 ね、触っているのは、なかなかそれだけで楽しかったりします。で、まあ、楽しいっていうだけではなくて、まあ、機能的な側面もあって、こうやってですね、すぐに設定をですね、パッと確認できるっていうのは大きいですね。いちいちこう、電源をオンにしなくても、今ですね、自分がどういう設定を取っているかっていうのが、こう、パッと一目でわかるっていうのはね、このダイヤル式のいいところかなと思いました。で、あとは、露出設定ダイヤルがね、まあ、ここにあるわけなんですけど、これ結構ね、便利な位置にあって、構えたままですね、変更できるんですよね。まあ、これがですね、慣れると本当に便利ですね。まあ、なんといっても、ダイヤル操作のいいところっていうのは、直感的にね、まあ、操作できるっていうところです。まあ、いちいちコマンドを覚えなくてもいいですし、本当にこの構えたまま変更してすぐにシャッターを切ることができるので、まあ、そういった意味でもですね、本当に役に立つものかなと思います。まあ、いろいろね、こうやってダイヤルついてますけれども、まあ、あればあったでね、便利なものかなというふうには感じました。で、他にね、まあ良かった点っていうのは、まあ僕が前使ってた E シリーズっていうのは、まあミドルクラスぐらいになると思うんですけど、この T シリーズはですね、まあ一応まあ当時のものではあるんですけど、ハイエンドということもあって、まあいろんなね、ボタン類とかが追加されています。で、特に大きかったのはね、このマニュアルフォーカスアシスト。これが E1 だとね、なんだったかな、このダイヤルをプッシュしながら、なんていうのかな、フォーカスアシスト起動するんですけど、ちょっと操作が分かりにくいんですよね。で、こちらの場合は別途ボタンができているので、そのマニュアルフォーカス時にもですね、あまり困ることはなかったです。まあ、こういったね、操作性もかなり向上してますね。また、親指 AF とかも、ここで使うことができます。まあ、使っていてですね、さすがにだいぶ考えられたね、カメラかなとは思いました。ただ、ダイヤル操作でですね、まあ、1点ほどここはどうかなって思ったところがあって、シャッタースピードと、あとはこちらの ISO 感度の変更ですね。
このダイヤルの操作性がね、まあ、ちょっと悪いところがあって、このボタンをですねプッシュしながらこうくるくると回さなくてはならないんですね。でこう押しながら回さなきゃいけないということで、どうしてもですね何本か指が離れてしまうんですよ。でこれがねできれば押し込んだ時はロックされる、でもう一回押して飛び出した時はそのロックが解除されてですね、こう人差し指だけで操作できるようになっていればより使いやすかったのになと感じることはありますね。最新式のモデルどうだったっけ、T3 とかね、今度触る機会があったらちょっとそこら辺も確認していきたいと思います。であとはね、このシャッターボタンなんですけれども、E1 だとねネジが切ってあったんですが、こちらのカメラはねそのネジがなくなっていますので、機械式のレリーズが使うことができないと、まあ、これはね天体写真ではまあちょっとね、マイナスかなと感じたところです。まあ基本的にはね当時のものにはなるんですけれども、まあハイエンドの APS-C ということで使いやすさとかもだいぶあるんですけどもね、E1 に比べるとだいぶ向上はしてるんですけれども、まあ、ちょっとね気に食わない点っていうのも、まあ、数点ありましたので一応話しておきました。でさて、それではですねこのカメラを買ったやっぱ一番の目的っていうのはその増面位操作センサーにあったわけです。まあ、それで何がしたかったかっていうと野鳥撮影をした時にですねこのマウントアダプターを介してもちゃんとねフォーカスを合わせてくれるかどうか、まあ、それによってですね飛び立ちの撮影ができるかどうかっていうところが、まあ個人的にはね一番の興味関心だったんですよね。まあ、今まではアダプターを介した上でそのコントラスト AF のカメラを使っていましたんでちょっとそこら辺に問題があるよなと思ってたんですけれども、まあ、初めてねちょっと増面位操作のものを使うことにしました。それでですね、まあ、実際よいしょこのシグマのね150-600こちらを、まあ、マウントアダプターを介してですね、まあ、接続してみて、まあ、ちょっといくつか撮ってみました。ちなみにこのマウントアダプターのねその対応表の方にはこちらのね、まあ、レンズは記載されてなかったので、まあ、そこら辺は差し引いて考えなくてはならないですね。でまあそう対応はね一応してないんで自己責任っていう形にはなるんですけれども、一応ね接続して使ってみると動くには動きましたね。若干ね設定値がおかしかったり表示されたりはするんですけれども、まあオートフォーカスもちゃんと効くっていうのは分かりました。でピントもですね基本的にはバシッと合わせてくれるんですけど、まあ、それでね野鳥とかもちゃんと撮れるんですけれども、時々ですねなんかこう抜けていったりしまうことがありますね。背景の方に、まあ、抜けてしまうことも、まあ、何度か経験しました。まあそれはね、どうしても純正品ではないんで仕方ないところもあるんですけれどもね。それでまあ肝心なのはその E1 とか、GH4 を使ってた時よりもオートフォーカスが速くなったかどうかってことなんですけど、まあ、確かにねスピード自体は上がったと思います。確かにこの T1 の方が速いなっていうのは、まあ、いくつか撮って実際に感じたことですね。まあ、ただね正確性っていうところで言うとちょっといまいちなところがあって、やっぱりねさっき言ったように抜けてしまうようなこともありましたし、まあ、ちょっとね、迷ってしまうこともたまにはあるみたいです。で飛び立ちとかもね一応撮ってはみたんですけど、まあギリギリ使えなくはないかなっていう感じですね。まあかなりしんどいですけれども、まあ、なんとか頑張ればっていう形になってきます。まあ、ただね今これ、撮影はねこの動画の撮影は、コンデジの SX60 でやってるんですけれども、まあ、それよりはね、まあ、若干は早いし、まあ、やっぱり増面操作っていうところはちょっと効いてるのかなと思いました。でさらにですね、まあ、その結果にねちょっと気を良くして、この健康のねテレプラス、まあ、1.5 倍テレコンね、まあ、これもさらにつなげてみて使ったんですけど、まあ、600mm 側だとですね、F がもう9ぐらいになるのかな、まあ、ものすごく暗いレンズになるんですけれども、それでもね一応 AF 自体は効きましたね。まあ、それで一応ピントも合わせてくれたんで、まあ、そこまで動作すればとりあえず個人的には OK かなといった感じです。まあ、ただねさすがにこのテレコンを使っちゃうとやっぱり明るいところ限定になってしまいますね。まあ、どうしても合成 F 値がめちゃめちゃ暗くなってくるので、まあどうしても使える状況は、まあ、限定されてしまいますね。まあ晴天の光が十分に当たっているところで、しかも被写体が日向に出ている時、まあ、そうでなければなかなかね、テレコン併用で AF をねちゃんと機能させるのは、まあ、苦しいかなと思います。
ちなみにこちら、いくつまで対応だったっけな、F いくつまで不対応だったかちょっと忘れてしまったので、まあ、後で調べてね、ここら辺に書いておこうかなと思います。多分ね、あの保証範囲は超えてると思いますね、テレコン使っちゃうとね。まあ、あのそんな感じでですね、この XT1、野鳥撮影とか、まあ、いろいろね、あの使ってみて、感じたことを今日はね、まあ、話してみました。まあね、このカメラね、やっぱり個人的に一番好きなのはあの見た目でですね、やっぱね、あのこの見た目が本当富士フィルムのね XT シリーズの好きなところなんですよ。まあ、これはね、あの本当に個人差があると思うんですけれども、まあ、一度はね、あの手にしてみたかったカメラを、まあ、ちょっとね、あの買ってみたよということです。またね、今後も、新製品としてですね、まあ、XT30 とかね、そういうあたりも出てくると言われていますので、まあ、値段によってはですね、そこら辺もちょっとね、考えてみたいかなと思ったりしています。まあ、あと機能のね、面もありますけれどもね。ということで、今日はですね、これぐらいでお話を終わります。ここまでご視聴くださった方、どうもありがとうございました。失礼します。さよならー。